エル・クラシコは、スペイン語で、伝統の一戦を意味し、スペインのサッカーチーム、レアル・マドリードと FC ・バルセロナの試合のことを指す。スペインダービーとも呼ばれ、数ある、ナショナルダービーの中でも最も注目を集めるものの一つである。ユニフォームここから派生して、各国サッカーリーグの、ナショナルダービー、またはそれに準ずる試合について、クラシコと表する試合が多数ある。 サンティアゴベルナベウ。エルクラシコを前にホームのファンがレアルマドリードの白を掲げている。スペイン国旗もレアルマドリードの試合ではよく見かけられる。カンプノ王。エルクラシコを前に FC バルセロナのホームファンがカタルーニャ国旗のモザイクをかけている。クラブのエンブレム右上にもカタルーニャ国旗が描かれている。もともとはスペイン選手権で開催された大会のことを指して、 いたが、近年では一般化し、UEFA チャンピオンズリーグ、コパ、デルレーなど、二つのクラブの間のすべての試合が含まれる傾向にある。UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦以外では、世界で最も大きなクラブサッカーの試合の一つと考えられており、年間で最も視聴されるスポーツイベントの一つである。マドリードとバルセロナは、スペインの二大都市であり、 レアルマドリードはスペインナショナリズム、バルセロナはカタルーニャナショナリズムの代表と見られており、対立する政治的立場を示すこともある。世界のスポーツの中でも最大級のライバルとされている。両クラブは世界で最も金銭的に豊かで成功しているサッカークラブの一つであり、2014年のホーブス誌ではバルセロナとレアルマドリードが世界で最も価値のある スポーツチームの2つにランク付けされている。両クラブは世界的なファンを持っており、ソーシャルメディア上で世界で最もフォローされているスポーツチームの2つである。対戦成績ではレアル・マドリードが98勝で、バルセロナの95勝、エキシビションマッチではバルセロナが19勝で、マドリードが4勝である。アスレティック・ビルバオと並んで、彼らは ラリーガで一度も降格したことがないクラブである。レアル・マドリードとバルセロナの間の対立は、長い間、スポーツの次元を超えており、クラブの会長選挙は強く政治化されている。モーボー、ザ・ストーリー・オブ・スパニッシュ・フットボールの著者である、フィルボールは、この試合について、両者は、部外者に本当に衝撃を与えるほどの激しさで、お互いを憎み合っていると評した。 早くも1930年代にはバルセロナはマドリッドの中央集権的な傾向とは対照的にカタルーニャのアイデンティティの象徴としての評判を高めていた。フランシスコ・フランコが民主的なスペイン第二共和制に対するクーデターを開始した1936年バルセロナの会長でカタルーニャ共和主義最悪のメンバーで国会副議長のジョゼープスニョルは フランコの軍に逮捕され、裁判なしで処刑された。バルセロナは、共産主義者、アナキスト、独立主義者に次いで、国民党派によって粛清されるべき、組織のリストの上位にあった。フランコの独裁政権下では、バルセロナの市民のほとんどは、ファシストのような体制に強く反対していた。ミゲル・プリモデ・リベラとフランシスコ・フランコの独裁政権下では、 スペインのすべての地域言語とアイデンティティが禁止され、抑制されていた。この時代、バルセロナはカタルーニャの民族主義者や進歩的な信念との関連性が疑われたため、MA ・エスクーンクラブをモットーにした。しかし、フランコの政権下では、バルセロナは独裁者と経営レベルで良好な関係を築いていたため、利益を得ることができ、二つの賞を与えられたこともあった。 なお、レアルマドリードの上級代表とフランコ政権とのつながりは否定できないものであった。両クラブのイメージはウルトラス集団が誕生したことでさらに影響を受け、その中にはフーリガンと化したものもあった。1980年には極右寄りのレアルマドリードのウルトラス集団としてウルトラススールが設立され、1981年には当初は 左寄りで後に極右となったバルセロナのウルトラス集団ボイショスノイスが設立された。両グループとも暴力的な行為で知られるようになり、バルセロナのサポーターの中で最も対立する派閥の一つであるカジュアルズは本格的な犯罪組織となった。社会学研究センターが発表した世論調査によると、レアルマドリードはスペイン国民のほとんどの人が好きなチームであり、 バルセロナは2位に位置している。カタルーニア州では、あらゆる政治勢力が圧倒的にバルセロナを支持している。それにもかかわらず、バルセロナの支持はその地域をはるかに超えており、政治的に右翼的な見解を採用する傾向のある、レアル・マドリードのファンとは、対照的に若者やスペインの連邦構造を支える、左翼的なイデオロギーを持つ市民の間で、最高の結果を得ている。 2000年にバルセロナからレアルマドリードへ移籍したルイス・フィーゴは元クラブのファンから憎悪の声が上がった。スペインだけでなく世界においても有名である両クラブはたびたび移籍市場でも争うことがあり同じ選手の獲得を争うことを移籍市場のクラシコとも呼ばれる場合がある。また両クラブ間の直接の移籍はタブーとされており移籍した場合ファンからの反発は激しい。過去には ベルント・シュスター、ミカエル・ラウドルップなどがバルセロナからレアル・マドリードへ、ルイス・エンリケなどがレアル・マドリードからバルセロナへと移籍し、相手チームのファンから大きな反発を受けた。なお、サミュエル・エトーハビエル・サビオラの移籍の場合は、それぞれのチームで戦力外であったため、それほど反発は起こらなかったケースもある。この禁断の移籍の中で最も反発が激しかったのが、 ルイス・フィーゴの遺跡である。フィーゴは当時のバルセロナの中心選手であり、2000年にバロンドールを受賞するなどまさにキャリアの絶頂期であり、バルセロナファンにとってバルセロナの象徴として愛されていた。しかし、2000年8月、フィーゴは会見で遺跡はしないという発言をしたにもかかわらず、その2日後、当時の遺跡金世界最高額でレアル・マドリードへと遺跡した。 その結果、フィーゴに対してバルセロニスタは激怒し、フィーゴが経営するバルセロナ市内の日本料理店を破壊するなどの暴動が起きる事態に発展した。2005年、ロナウジーニョはサンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードのファンからスタンディングオベーションを受けた1983年のディエゴ・マラドーナに次いで二人目のバルセロナの選手となった。エル・クラシコは 世界のサッカー界で最も熾烈なライバルの一つとされているが、ファンが相手チームの選手を称賛する場面も稀にあった。1980年、カンプノーでバルセロナのファンから拍手喝采を受けた最初のレアル・マドリードの選手はローリー・カニンガムだった。彼は試合中に卓越したプレーを見せ、マドリードが2-0で勝利した後、 バルセロナの人々からのスタンディングオベーションを受けて、フィールドを去った。1983年6月26日、マドリードのサンティアゴ・ベルナベウで行われた、コパデラ・リーガ決勝のセカンドレングで、バルセロナのスター・ディエゴ・マラドーナは、レアル・マドリードのゴールキーパーを、ドリブルでかわした後、誰もいないゴールへは打たず、マドリードのディフェンダーがシュートをブロックしようとして、 スライディングしてきたところをかわしてゴールを決めた。その大胆で素晴らしいプレーにスタジアム内の多くのマドリードファンは拍手喝采を浴びせた。2005年11月、ロナウジーニョはサンティアゴベルナベウでマドリードのファンからスタンディングオベーションを受けた二人目のバルセロナの選手となった。3から0の勝利でマドリードのディフェンスを2度ドリブルで突破してにゴールを決めた後、 マドリードのファンは彼のパフォーマンスに拍手で敬意を表した。2015年11月21日、サンティアゴベルナベウデレから4でバルセロナが勝利した試合3点目を決めたアンドレスイニエスタは交代でベンチに下がる際にレアルマドリードのファンから拍手を受けた3人目のバルセロナ選手となった。彼は2010フィーファワールドカップで優勝を決めるゴールを決め、 スペインで大人気となっていた。社会学研究センターによる2007年の調査によると、スペイン国民の32%がレアルマドリードを支持し、25%がバルセロナを支持していた。2011年のイケルフェルの世論調査によると、スペインで最も人気のあるチームはバルセロナで44%、レアルマドリードは37%で2位となっている。 両クラブは世界的なファンベースを持っており、ソーシャルメディア上では世界で最もフォローされている2つのスポーツチームであり、Facebook では2021年5月現在、レアルマドリードのファン数は1億1100万人、バルセロナのファン数は1億400万人、Instagram では、レアルマドリードのフォロワー数は9800万人、バルセロナのフォロワー数は9600万人となっている。 2011年のクラシコでのバルセロナのリオネルメッシと、レアルマドリードのラサーナディアラ2011年には、コパデルレイの決勝戦と UEFA チャンピオンズリーグでの対戦のため、バルセロナとレアルマドリードは18日間で4回の対戦が予定されていた。両チームからスポーツマンシップに反する行為があったとの、非難が相次ぎ、4枚のレッドカードを含む、 言葉の構想が試合中に勃発した。スペイン代表チームのビセンテデルボスケ監督は、両クラブ間の憎しみの高まりにより、スペインチームに摩擦が生じる、可能性があることを懸念していた。近年では、クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシュのライバル関係が、注目されていた。ネイマールとレイス・スアレスがバルセロナに、ガレス・ベールとカリム・ベンゼマがマドリードに加入したことを、受けて、 ライバル関係はクラブの攻撃トリオである BBC 対 MSN の戦いにまで拡大した。ロナウドは2018年にレアルマドリードからユベントスに移籍したが2018から19シーズンでのダービー前の週にメッシュが腕を負傷して試合に出られなくなった。2007年以来両選手がクラシコを同時に欠場したのは初めてのことであり一部のメディアでは 時代の終わりと表現されていた。このダービーは、その激しさと規律のなさで知られているが、両チームの記憶に残るゴールセレブレーションも特徴的で、しばしば相手を嘲笑う場面もあった。1999年10月、レアル・マドリードのフォワード、ラウルは、カンプノーで10万人のバルセロナのファンを沈黙させた。彼は祝う前に、群衆に静かにするように指を唇に当てた。 2009年にはバルセロナのキャプテンカルレスプジョルがベルナベウでマドリードのファンの前でカタルーニャの腕章にキスをした。クリスティアーノ・ロナウドは2012年と2016年にカンプノーでのバルセロナ戦での得点を敵対するファンに向かって落ち着けとジェスチャーをした。2017年4月、メッシはベルナベウでのレアル・マドリー戦でバルセロナの93分での勝ち越し弾を祝い、 バルセロナのシャツを脱ぎ、月光したレアルマドリードのファンに向かって自分の名前と背番号を向けてユニフォームを掲げた。合計、レアルマドリードは46回上位、バルセロナは44回上位2019年12月18日現在、エルクラシコの試合では23人の異なる選手がハットトリックを決めている。28回のハットトリックのうち15回は、 バルセロナの選手からのものだった。しかし、そのうち四つは、親善試合でのものだった。以下すべての表において、勝者を色付きで、引き分けの場合はスコアを色付きで示す。なお、中立地での対戦は便宜上勝利チームを、ホーム側に表記する。日付はすべてスペイン現地時間である。ラリーガリオクラブは、リーガエスパニョーラ発足時から、 プリメーラディビシオンに所属し続けているため、その対戦のほとんどはリーグ戦でのものであり、180戦を超える試合がリーガイスパニョーラで行われている。コパデルレイ・コパ、デルレイはレアルマドリードのクラブ創設と同年に発足したスペインサッカー初の全国大会であり、1902年の大会における試合が両クラブ史上初の対戦となった。 コパデラリーガコパデラリーガは1982年に発足した大会だが各クラブからの積極的な協力を得られずわずか4シーズンの実施に止まったスーペルコパでエスパーニャスペインのスーパーカップである2018年大会まではリーガエスパニョーラとコパデルレイの優勝チームがホームアウェー方式で対戦していた 2019年大会から1月開催になり、リーガとコパのそれぞれ上位2チーム、K4 チームのトーナメント方式に変更された。UEFA チャンピオンズリーグヨーロッパの舞台においても両者は幾度か合いまみえているが、2011年現在すべて UEFA チャンピオンズリーグにおける対戦である。リオネル・メッシはエル・ L、クラシコにて最も点を決めた選手である。 2021年5月31日現在、太とは現役でどちらかのクラブに所属している選手、ありがとうございます。